あの子が生まれるは、フジテレビオンデマンドで2020年7月18日より9月19日まで配信されていた FOD オリジナルの配信ドラマ、全10話、鈴木浩二原作、脚本によるホラードラマで主演は森田持ちとも、2020年10月20日から12月22日まで地上波で放送、リング、貞子シリーズの原作者である鈴木孝治が、 ドラマ用に描き下ろした原作を自ら脚本化したホラー作品。ドラマ、全田監督のヒロイン役を務めた森田持ちが主役に抜擢され、森田にとって連続ドラマ初主演作となる。恐怖のトリガーとなる謎の女、英子役にはグラビアアイドルの小倉優香を配役。原作者の鈴木は映像という媒体を介してトリックを仕込んでおいたと映像化を前提とした。 トリックを施していることを述べている。第5話までは主に2015年を舞台にし、6話以降は病院が廃院となった2020年を舞台にするほか、なおの高校時代など過去も描かれ、入り組んだ時系列で描かれる。時は2015年、郊外の産婦人科を母体に地域に根ざした総合病院、新生病院にある女性が担ぎ込まれてきた。恋に、 救急車に轢かれたという身元不明の妊婦、A 子だった。救急処置室に運ばれた彼女の顔を見て表情が固まる医師たち。産婦人科で看護師をしている、今泉奈は彼女に自殺した同級生を重ねるが、病院内に不穏な空気が流れ出す。ありがとうございます。